コンドルームのあずさです。今日はなんとお一人様でフリーマーケットに繰り出していきたいと思います。今ねちょっと着替えてメイクもしてそろそろ行こうかなっていう感じなんですけど、今日のアクセサリーはルセットはこの間のアンティークルセルのアンティークマーケットで買ったブレスレット、南アメリカのものです。とイヤリングどうしようかな、これかな、これもアンティークマーケットで買ったちょっとチャットブラックのマーブル柄みたいなやつに今日はしたいと思います。このこれとちょっと色合わせてる感じで、あ、ちなみにこの今日のジャケットは動画撮ってないんだけど、エムデっていうお気に入りの古着屋さんでこの間購入しました。このストールも一緒に、その時にそんななんかちょっと覗いてみようかなっていうノリだったのにもかかわらず、なぜかたくさんいいものが見つかり2人とも爆買いしてしまったっていう日だったんですけど後から動画回しとけばよかったねって言いながらでそこで購入した、これがドルチェ&ガッパーナのソール。このね光沢感がすごいポイントになって可愛いなと思って、で手持ちの服とも絶対色が合うっていうカラーのストール。とこれがジャケットが70年代のテーラードジャケットです。ここがねちょっとねこの襟が広めなの、あと形がすっごい綺麗、後で全体は写しますが形がすっごい綺麗なのと、なんかこうベルベットのような光沢感のある生地感です。すごくお気に入りです。今日は金髪にしてから初のお出かけということで行ってみたいと思います。ではなんか違うフリーマーケットの時も来たことがあるところです。もうね11時から始まって結構人が入ってるみたいなので早速回っていきたいと思います。なんか私最近こういう生地感好きかも。アミス、これもニューエラだ。盛り上がってます。みんな着てるんだ、トイレでみんな試着してるんだ。ブラウス系、カーディガン、ザラ、すごいパーティー仕様。
のマーケットはメーベルズフローマルクトといって、比較的女の方の女性の方の出店者のフリーマーケットです。の個人の普通の一般の方の出店のフリーマーケットになってます。ハロー、ボーリングこのカバンすごい味がある、レザーの。比較的結構ファストファッションブランドのものが多いかな。こうザラとかこれとか、ちーちゃんが着てたら可愛いけどな これなんだろう、あーストラビダリウスか。っていう感じですね。お、でもこれはリプレイだ、リプレイの白 T。 ここに刺繍が入ってる。これシンプルで可愛い。これちょっと聞いてみようかな。Wie viel kostet das? Das Original von Replay, ich würde sagen, 12. 12? Ja. Hier, genau. Das ist die alte, das ist die alte. Ich habe den Transfer verwehrt. Hier, das ist die alte, das ist die alte. Das ist die alte. Das ist die alte. Dann sind sie wieder frei. すごい人。あれ、こんなゾーンあったっけ？なんか前ここなかったかも。今回だ、男性用がある。あー、ここ男性もんだ。今まで男性ものなかったのに。へー、こう、ヘーガンの舞台って書いてあります。へー、一緒に行こう。なんだろう、業者さんかな、業者さんかな。パッチワーク調すごい物量、こう棚にもぎっしりだし、すごいここ。これなんだ、これヒューゴボスだ。お、ヒューゴボスのプリーツスカートかな。この糸はこのままなのかな、そういうデザイン。かわいいかも、シンプルでサイズが合えば。ここがチャックになってる感じ。あ、ここマーケンのアーティケルだからブランド物が置いてあるんだ。なるほど。
これかわいい。いいかな、ちょっと大きいかな、ちょっとあと丈がちょっと微妙かも。スポーツものもあれなんだ、マーケンのアーティケルに入るんだ。狙っていたようです。子供服もあるんだ。お、レザージャケットかわいいじゃん。なんこれ、なんこれかわいい。このちょっとショート目でバッてなってるから、これちょっと着てみようかな。これちょっと着てみようかな。どこのなんだろう。シンスで、シンス。なんかあそこ変わってそう。これラルフローレンだ。これいいな、リネンだし。かわいい。タグがついてる。これラル。Das kann man so binden. Ach so, das kann man so hochrippen. Ach so, binden. Nee, das ist かわいい。あ、ここもラルフだ。これかわいいじゃん。 XS だって。すごいコンパクトなコットンのラルフ。これかわいい。これ聞いてみよう。Er hat dann irgendwie, weil er zu spät aufgestanden ist oder so, hat er halt dann gebraucht. Hallo, wie viel kostet das? 25. Dankeschön. 25. Ich würde gerne aufs Eck einmal anprobieren. Ja, danke. Vielen Dank. Oh, ein Mädchen noch ein Stück. Aber genau, das habe ich nicht gesehen. Dieser Pack ist kawaii. Das ist kawaii. Das ist kawaii.これやっぱ値段ついてるからお店なのかな。これマージュだ。あの私が持ってるレザージャケットと同じブランドマージュ。いいな、シンプルなタンクトップのワンピース、かわいい。これ変わってるな。これハイダーカーマン、なんだろう、なんだこれ。これかわいい。最近この生地感が好きっぽい。あのベロアみたいな光沢のある。でもここがちょっと
壊れてるんだ。これかわいいね。さっきのラルフを着てみようかな。色がかわいい。でも結構ダメージがすごい。ハロー。これロンドンだ。C&A か。でもかわいいね。ニュール。ここのラインがかわいい。はい、また負け負けです。もうでもね、いっぱい持ってるからね。深いグリーンがかわいい。素材もなんかこうテロッとした感じで、解禁かな？解禁タイプだよね。かわいいかもこれ。グリーン。何なんだろうこれ。スタイル。インコーテ。これはメイドイン UK、 イギリスのものみたい。38サイズ。ビスコースだ。これいいかも。行ってみよう。さっきのグリーンのシャツを買ったらマフィンをくれました。すごい素敵な女の子たちでした。はい、一通り回り終わりました。今回私は2点購入しました。やっぱりこうなんだろうな、いつものアンティークマーケットとは違って一般の方の出店なので、やはりファストファッションのブランドものが多かった印象かな。あ、でもある一つのブースの方々が、多分 2,3 人が共同で一つのブースやってると思うんだけど、この人たちのところはちょっとハイブランドのものとか置いてあったので、そこでちょろっとお買い物させていただきました。またその購入品紹介帰ってからしたいと思いますので。それでは購入品紹介をしていきたいと思います。まず一つ目はこの深いグリーンの柄シャツを購入しました。今
回購入したのどっちも夏物なんですけど、この素材もビスコースって言って、あのシルクの代替品として作られた素材でできたテロッとした感じのシャツです。夏に重宝するかなと思ってます。このね、私やっぱグリーンが好きなんだよね。ちょっと深めのグリーンでも、なんか柄がちょっと和っぽい感じの、こういう感じです。これをあの売ってくれた女の子がマフィンをくれた子です。すごくいい感じの子たちでした。で、2点目はこちらの黒のシンプルなタイトめなカットソーのワンピースを購入しました。夏にね、着回しが効きそうな。で、ここにちょっとシャーリングが入ってます。ラインがね、綺麗に出るかなと思って。すごく生地感もしっかりしていて、ブランドが私初めて見たんですけど、ウォンフンドレットって書いてある。ウォンフンドレット、なんかちょろっと調べたところにクローネで出てきたから、デンマークとかあっち系のブランドさんなのかな。ちょっと調べてから出しておきますなんかね、シンプルですごく素材感がクオリティが高そうだったので、こちらにしました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。